冬潮は海上自衛隊の潜水艦。春潮型潜水艦の6番艦。艦名は冬の潮から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては夏潮型潜水艦、冬潮に続き2代目にあたる。冬潮は、 中期防衛力整備計画に基づく平成3年度計画2400トン型潜水艦8103号艦として、川崎重工業神戸工場で1991年12月12日に寄港され、1994年1月22日に浸水、同年9月1日に行使開始、1995年3月7日に収益し、 1> 第1潜水隊軍第6潜水隊に編入され、呉に配備された。1996年8月27日から11月28日までの間、ハワイ派遣訓練に参加。1997年3月12日、対番号の改正により、第6潜水隊が第3潜水隊に改称。2011年3月15日、総流型潜水艦の3番艦。 白龍の収益に伴い練習潜水艦に種別変更され、艦籍番号が TSS-3607 変更。潜水艦隊直轄第一練習潜水隊に編入された。この際、魚雷を陸揚げし、魚雷発射艦室に実習員行動を配置するなどの改装を行っている。2013年9月20日から9月28日。 海上自衛隊主催合同軍事演習、パシフィックリーチ2013に参加。2015年3月6日、除籍。低傾向は5であった。ありがとうございます。